もう生徒はみんな帰ったな。俺も早く帰ろう。ん？ピアノの音がする。まだ誰か残ってたか？おーい、まだ誰かいたか？さっきピアノの音が聞こえたんだけどな。でも誰もいないもんな。誰だ？いや、気のせいか？うん？やっぱり誰かいるな。この部屋のどこかにいるのは分かってるんだ。出てきなさい。ちくしょう。怒られるのが怖くて逃げたか。まあ、ちゃんと出て行ったなら、俺も帰るとするか。みんなに聞きたいことがあります。この中で昨日夕方まで学校に残ってた人はいるかしら？私たち昨日はすぐ帰ったよね。うん。どうしてですか？この学校の生徒の誰かが遅い時間まで音楽室に残ってたみたいなの。ピアノまで弾いてたそうよ。勝手にそんなことする人がいるの？もしかしてそれって。お化けだったりして。きっと誰かのいたずらか何かよ。さ、授業を始めましょうか。よく誰もいない音楽室から音が聞こえるとかって怖い話あるけど、よりによって私の学校にあるわけないよ。何も怖い雰囲気とかない、普通の音楽室だしね。さーてと、ちゃちゃっと宿題終わらせるか。ピアノの音がする。どこから？外でピアノ弾いてる人でもいるのかな。うわー、びっくりした。もう何してるの？何って、それはもちろんエクササイズ。はぁ、今日はピアノの音でエクササイズしてるの？なん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 、私はいつもこの音楽。そうだよね。じゃあさっきのピアノの音は何だったんだろう。ねえねえ、リカちゃん。リカちゃんの学校には怖い噂ってある？あるわよ。トイレの花子さんとか、音楽室の肖像画とか。ねえ、その肖像画って何？音楽室にはベートーベンとかバッハの肖像画が飾ってあるじゃない？夜中になると、その人たちの目が動き出すっていう噂よ。それって呪われてるのかな？何？え、何？子供が歌ってる声がする。子供が歌ってる声？そんなの今聞こえる？ほら、この歌通り合わせだよ、あの有名な。どこから聞こえるの？リカちゃんには何も聞こえないの？こんなに普通に聞こえるのに。私には何も。なんで私たちだけ？どうしたの？二人とも大丈夫？声が、子供の声がだんだん大きくなってる。いやー、誰？ミキちゃん、マキちゃん。明日は音楽の授業があるから、リコーダーをランドセルに入れなきゃ。準備はできた。お姉ちゃん、いいなー。マヤも早くリコーダーとか鍵盤ハーモニカとかいろいろやってみたいです。小学校に入るまでの我慢ね。エマちゃん、マヤちゃん、ご飯ができたからおいで。ご飯だって、行きましょう。リコーダー、お腹もいっぱい。私ったらランドセル開きっぱなしです。あれ、リコーダーがない。中に入れたよね。どうしたんでちゃか？ねえマヤちゃん、私のリコーダー知らない？触った？お姉ちゃん、さっきランドセルに入れてたじゃないでちゃか。そうなんだけど、ご飯食べに行ってる間になくなってるもん。引き出しにもないし、ゴミ箱にもないし、リコーダーが一人で歩くわけないし、どこに行ったのかしら。不思議でちゃね。なんか今日エミリー先生が言ってたこと気になるなぁ。本当に音楽室にいたのは生徒だったのかなぁ。それとも、うわぁ、びっくりした。ただのピンポンか。はーい、柏木陸くんにお届け物です。僕？何も頼んでないけど。でも確かにこの家の陸くん宛てに。わかりました。ありがとうございました。僕忘れてるだけで何か頼んだのかな。中身は何なんだろう。これは鉄筋と太鼓？こんなものやっぱり僕頼んでない。ママ
僕に鉄筋と太鼓頼んでくれた？まさか。リクがそういうのに興味ないの知ってるのに買うわけないじゃない。じゃあこれは。あ、手紙がついてる。なんて書いてあるんだろう。音楽室で遊ぼう。どうしたのリク。ママ怖いよ怖いよ。みんなそんな変なことが起こってたんだ。私はピアノの音が聞こえた。私たちは歌う声が聞こえた。私はリコーダーがなくなったわ。僕には鉄筋と太鼓が届いたよ。私たちみんなに共通してることって音楽。もしかして学校の音楽室。どうしたのみんな騒いで。ビクトリア先生。あ、ちょうどよかったわ。これはエマちゃんのリコーダーよね。はい。なんで先生が。今朝音楽室の前に落ちてたわ。なんで昨日家で見たリコーダーが。なんで。もしかして。昔ね、この学校に音楽が大好きな子がいたの。発表会をすごく楽しみにしてたんだけど、その日登校中に交通事故で亡くなったって。そこから音楽室で勝手にピアノの音が鳴ったり、夜になったら電気がついたり、音楽で使うものがいきなりなくなったりってことがよくあるみたい。そんな。じゃあ今から私たちが音楽室でプチ発表会しようよ。え？そうね。そしたら一緒に参加するかもしれないわ。それはいい考えかも。一緒に参加ってそれはそれで怖いけど。それではみんな知ってるドレミの歌をさあ歌いましょう。ドはドーナツのドレ、はレモンのレ、ミはみんなのミ、ファはファイトのファ、ずっとやりたかった発表会。何年も経っちゃったけど、みんなと一緒にできて嬉しかったのかもしれないわね。歌いたくなったらまたいつでも一緒に歌いましょうね。プチ発表会できてよかったねって思ってくれたら、評価をぜひ。チャンネル登録もお願いします。ここでみんなに問題。私たちが歌った歌、なんて名前の歌でしょうか。コメント欄で教えてね。可愛い話が好きな子はこの上の動画も下の動画も見ていてね。